こなす場。なんて美味しそうな匂いなんでしょう。この匂いの元はこのお部屋の中からでしょうか。いけないいけない、人の部屋を覗くなんてそんな不作法なことは。でも本当にいい匂い、やっぱり私我慢できません。おや、そこにいるのはレインですか。ごめんなさい、気になることがあって。あなたが今食べようとしているものは何ですか。見たところ私の知らない料理のようですが。あ、これはとんだお目汚しを。ああ、お恥ずかしい。恥ずかしい？どうしてですか？それは貴族仲間の高級ランチに飽きた時に内緒で庶民料理を調達して食べているなどとは口が裂けても言えませんね。ここは一つ簡潔に。興味本位で購入した安価な庶民の食べ物ですよ。庶民が食べるものなのですね。見たことがない理由が分かりました。丸くて赤いソースとチーズがかかってて、なんという料理なのですか。これはピザと申します。ピザですか。まあ、なんて可愛らしい響きなのでしょう。それにしても食欲を誘ういい匂いですね。本当に食欲を誘う。しー、アイリス様、もしかしてお召し上がりになりたいとか。はい、とても。食べてみてもよろしいですか？ダメです！このようなものをアイリス様のお口に入れるわけには参りません！そんなこと言わずに、一切れだけでいいですから。いけません。お願いです！ダメです！意地悪。そのような顔をなさっても。ダメなものはダメです。庶民の食事をアイリス様に食べさせるなんて、クレア様にバレようものならこっぴどく叱られてしまいます。あら、クレアじゃありませんか。今ちょうどあなたの話をしていたところなんですよ。クレア様、違うんです。これはいただきます。なんて美味しいのでしょう。トマトのソースとチーズの濃厚なハーモニー、生地ももちもちで、こんなに美味しいもの生まれて初めて食べました。クレア様なんてどこにもおられないじゃないですか。さ
様、わかりましたね。ごめんなさい。それよりも、もう一切れ食べてもいいですか？一切れだけでいいと言ったのはアイリス様ですよ。今度こそダメです。あら、誰かと思ったらクレアじゃありませんか。今レインとピザをいただいていたところなんですよ。うわー、クレア様ごめんなさい。私がついていながらとんだ失態を。あー、アイリス様、一度ならず二度までも。なんて美味なのでしょうか。しまいには本当に怒られてしまいますから。おや、アイリス様？ん？どうかしましたか？少しじっとしていてください。お口の端にソースが。はい、取れましたよ。ありがとう、レイン。それとピザ、とっても美味しかったです。いえいえ、どういたしまして。シェフに言えばお城でもピザを作ってくれるかしら。作れるとは思いますが、ピザはやっぱりちゃんとした職人が作った方が美味しいと思います。今日食べたのはチーズとベーコンのピザですが、他にもシーフードやキノコを使ったのもあるんですよ。わあ、そんなに種類があるんですか。はい、それになんといってもピザは焼きたてが一番美味しいんです。庶民の料理も奥深いですね。ねえレイン、今度町に焼きたてのピザを食べに連れて行ってください。はい、もちろん喜んでお供いたしま。ダメですよ、お城の外なんて絶対ダメです。まあそう言わずにね。私がクレアを説得するときにはあなたも力を貸してください。はあ、お城の外にはまだまだ私の知らない世界が広がっているのですね。どんな出会いが待っているのでしょうか。外の世界を見て回る日が今から待ち遠しいです。このスバ